どうもこんにちは、ナムと申します。今ですね、ランクマ戦以内を目指して頑張ってるんですけど、炎オーガポン強くないですか？マジでやばくないですか？ちょっと、シャレにならないぐらい強いと思っていて、早速対戦相手の右下の方にもいるんですけど、こいつガチ強くて、で、個人的にはハバカミ、カイリュウ、サーフゴ、これ上位3名より1回、4位のパオジャン、5位のオーガポンの方がマジでエグいと思っていて、このもう2人も五条悟とゲトウスグルみたいな俺たち最強だからコンビ、こいつガチでやばいなと思っていて、いやもうてかこんなこと喋ってると時間内にちょっと軽く選出するんですけど、今回使ってくるのはこれはもう YouTuber のバンビさんが使っていたパーティーのまあここオーガポン石岩のオーガポンとかがバンギだったっていうのを変えただけなんで、まあでまあ取得値とか分かる範囲でパクったんですけど、まあ分かんないところは適当に振った感じですね。で考えた結果ですね、このオーガポンを倒せるやつが多分岩オーガポンとランドぐらいしかいないんですよ。まあハバカミのスピードでゴディオスパターンはいけると思うんですけどってなってきた時に、相手のハッサムがちょっとだるいかな、強いっすよね、ハッサムも強いっすよねってなったら、最初はまあランドスタートのヤバソチャの、いやまあ行動保証でオーガポン、この3体でちょっとやっていきたいと思います。いやガチですよ、もうシャレ抜きで五条悟、いやてか皆さん呪術回戦見てます？ネタバレしないので安心して聞いてほしいんですけど、ちょっと呪術回戦の早バレ案件、初手から依頼とか飛んできた、まあこんなのほっといて、呪術回戦の早バレ問題あったじゃないですか。ツイッターじゃないな、TikTok とかに出回って、ネタバレ食らって、しかも結構重大なネタバレ、食らって人も多分いると思うんですけど、あ、コメント欄書いちゃダメですよ。もうもし、コメント欄書く人いねえか、見てる人いないんでね。でね、マジでやっちゃいけないネタバレだなと思っていて、一応俺は本誌を追ってるんで、まあそこまで問題はないんですけど、だとしてもこれ、本誌を追ってない人えぐいだろうと思って。アニメ勢とか、あと単行本勢とか、マジエグいと思っていて。ちょっとシャレにならないんですよ。多分、呪術廻戦っていう作品の中で多分一番の重要なシーンなんですよ。多分、おそらく。いや、今まで多分、まあ、重要なシーン、多分、大々が死ぬとか、なんか大々がどうこうのみたいなあったじゃないですか。数々。けど、だとしても、その中でもダントツです。ダントツでエグいと思っていて。で、これを、アニメ戦今渋谷事変やってるじゃないですか、そのやつが見たの、うん、でもその後からもう頭の中ずっとよぎるんですよ、あれマジやばいっすぐらいやばいネタバレで、いやあれどうなんですかね、てか素早さこっちの方早いんだ、いやで、いやまあいやこれをもしワンピースとかあったらえぐいだろうと思って、もしワンピースの最終回とかになってきたらとんでもないことになるんじゃないかなと思っていて、だって考えてみてください。1週間ぐらい先早く なぜか、TikTok とかで出回るじゃないですか、YouTube とかで。まずそれが起きた時点でもう、ワンピース、例えば、ルフィが最終回で死ぬっていう結末あった時に、1週間前にそれを知るんですよ。あ、待って、いいとこで終わった。次最終回と思って楽しみにしてたら、もうルフィ死ぬらしいよ、みたいな。ルフィ死ぬのみたいな。もう出回るじゃないですか。もう1週間で頭の中ルフィですよ。もう、これが例えば今度コナンだったらどうなるか。コナンラストで最後の黒幕。黒ずくめの組織の黒幕誰なのかって。もしそれが光彦だったらどうなるか。もう、1週間頭の中光彦ですよ。もう、光彦、待って、いやけど確かにあいつ怪しいって噂立ってたしな。もう、1週間もう、土曜日のコナン見ながらもう、いやけど、こいつ、しらじらしいけど、こいつ犯人なんだよな。みたいなぐらいの頭をずっと多分回ってると思うんですよ。やっべえな、頭で。三彦犯人みたいな。いや、今日三彦犯人らしいよ、みたいな。もうずーっとそれが出回る世界なんで、ちょっと、あんまそれは面白くないなと思っていて。ちょっと、一週間早くネタバレ起きるこの状況、ちょっとなんとかしてほしいと思っていて。もう、ちょっと喋り出したらこれ止まんないんで、もう、今回もう、ポケモンはちょっとね、さりげなくぐらいでやっていくんですけど、もうそれよりか本当に今回の呪術回戦のネタバレは重すぎた、本当に重かった。でこれをね機にねやっぱ改善してほしい。だって最新話が出回るって結局多分あっち側その集英社側とかの多分何かがあると思うんですよ。でいやまあどこから出回ってるのかここは分かんないし、しかもこのもしねまあよく分かんないやつが出回せてんだったら集英社側の仕事ではないとは思うんですよ。勝手にね、仕事増やされて、うわーってなるんでね、そこは仕方ないと思うんですけど、にしても、これはちょっとね、
出回らせてるやつはちょっと結構罪が重いっす。さすがに罪が重いっす。いや、相手の依頼ってさっきからクイックターンするためと、あと相手のあれでしょうね、加工をなくすためって感じだと思うんですけど、あ、海流から飛んできた。海流はまあいいでしょう、ほっときましょう。いや、で、ワンピースはダメっすね。やめてほしい。何やっても、だってワンピース今から結局たくさん残された伏線とかがあるわけじゃないですか。だってそれも数々これからだってネタバレ食らいたくないものばっかりなんですよ。俺だってルフィが2巻になるっていうやつをちゃんと本誌でめっちゃちゃんと追ってたんですけど、1週間前ぐらいにそれをストーリー、インスタのストーリー上げたついて、俺そいつのストーリー火落ちですもんね。こいつふざけんなと思ってマジでやべえと思って、それニカはダメじゃん、噂あってけども、やっぱ本誌で見たいじゃないですか。でしかもこれを一応俺それもワンピースも本誌で追ってるからいいとはいえ、他のやつからしたらってちょっと話変わってくる話じゃないですか。そんなこいつリオマイしても一生追いつかんぞ、多分。いや今回勝ちましたね、これは。だってもう相手、まず炎オガポン、俺が嫌いな炎オガポン、そしてパオジャン、この2体がいない時点でマジでもう負けることがありません。大丈夫でございます、本当に。もうこれはもう勝ちっすね。だってこれ結局ここでリオマイ積んだところで素早さ上がったところって意味がないと。まあ海竜が最近ホイールを覚えたせいで電磁波を採用してる海竜も増えてきた感覚はあるんですけど、けどまあ有米積んでとかは多分電磁波ないと思うんですよ。でなればここを力を吸い取る連打してって、ああ手出すとしてきた。で様子見で様子見ながら瞑想を積んでいけば多分勝てると思うんで、このままやっていきたいと思うんですけど、相手が手出すのはフェアリーだったら別に、やけどまあ高橋出てると思うんで全然いいんですけど、さあ、テラバー。これはまあ、どっちにしろ、力を吸い取る回復できるラインなんで、全然いいと思うんですけど。半分、あ、いかない、半分いかないんだ。一応、これ、このヤバソチャ、B に振ってて、性格補正も B 防御で、あとは特攻に振ってるんですよ。HB じゃないんですよ、これ。なので、耐久がまあ、完璧じゃないです。違いますね。B に振ってて、で、H にちょっと体力の方にちょっと振って、パオジアンの攻撃を必ず耐えるラインまで持ってってるんですよ。で残り全部特攻にぶっぱしてるんで、耐久が完璧ではないんですけど、それでも結構元々の耐久高い分ね、結構いけるのでね、あれなんですけど、相手はこれどうやって勝つんだ、これ力をついてるの、あこういうことです。ご視聴ありがとうございました。ランクマ戦以内目指して頑張ってて、このポケモン強いよとかあったらコメント欄で教えてください。本当に頑張る、本当に行きたい、本当に行きたいんでお願いします。それではバイバイ。